はい、どうも、ダリキャノンです。今日はですね、またちょっと学校のね、ことについて、ちょっとね、やっていきたいなと思います。これはですね、ちょっと、もうすぐですね、7月とか、になってくるので、もう夏っていうか、もう暑いですね。はい、昨日、うち運動会旅行だったんですけど、めちゃくちゃ暑くて、ちょっと倒れる子とかもね、出てて、もうすごくね、ちょっと、危なくなってきたなというのを実感をしているんですけれども、ですね、こっから、学校でちょっと問題になるのが、体育館での全校集会だと思うんですよね。この気温の中で、エアコンあればいいですよ。エアコンがもちろんあればいいんですけど、エアコンもない体育館で人がみんな集まるっていうところがですね、やっぱこれも熱中症やっぱ引き起こす、危険がすごくあるっていうのが、懸念されます。で、毎年ね、学校で熱中症で倒れて、救急車で運ばれてみたいなところが事件ないニュースで報道もされたりするんですけれども、本当にね、学校の関係者の方々にちょっと考えてほしいなっていうことで、ちょっとこの動画を出させていただきました。それ届くかどうかわかりませんけれどもね。ですね、今のちょっといろんな学校、なんかね、先生方を、なんかね、批判する気っていうのは全くないんですよね。なんか先生方って本当に真面目で、気が本当に優しくてね。なんかやっぱ批判自体やっぱしちゃいけないっていう、本当に穏やかな方々なんですよ。だから、そうなっちゃうのかなって思うんですけど、やっぱり本来なんかその、やっぱ集会って今まで、で、これ時期も悪かったですね。コロナの前は本当に集まってやってて、問題なくやって、問題、暑さであったけどね。ただ、そんなにまだなんかそのバタバタ倒れるみたいなことはなかったんですけど、ちょうどなんかそのコロナでやって、集会リモートでやらなきゃいけなくて、そしてなんか気温もなんかコロナが終わった頃にもう本当にひどい状態に今なってるっていう、このちょっと地球の状況がさらにね、その拍車をかけてると思うんですけど、今ね、ぜひちょっと全国の学校の先生方に、分かっといてほしいことが2つあります。はい。まずはですね、どうしてもなんか全体的な主流の意見がそうなっちゃってるってとこあるんですけど、対面とリモートが、もうなんか絶対対面の方がいいみたいな。無条件の対面勝利みたいな、認識がちょっと学校の中でできちゃってるんじゃないかなって、自分の学校もそうだし、やっぱ全国の学校そうだと思うんですよ。なんか、あるじゃないですか、結構。なんでこんな時に体育館に人集めんの?みたいな。そういうニュースあるじゃないですか。なんか、熱中症で倒れちゃったみたいな。でもそれって、なんかその、そういう全体的な流れが、対面はリモートより勝っているっていう、なんかその、もう決めつけが、いけないんだなって思います。別にね、私はリモート派ではなくて、フラットに見ればいいと思うんですよ。特になんかどっちが優れてるとか考えずに、どっちが生徒の、生徒に、いい影響があるかっていうのを冷静に分析してどっちか選べばいいんですよ。はい。もう固定観念で絶対に対面の方がいいんだっていうのはおかしいと思います。集会に関してもですね、やっぱり全体的には本当に対面でやったら、タイミングが良かったね、みたいなのがすごく多くて、自分はね、リモートもいいところずっとあるんですよ。だってリモートだと話してる人の顔見えるでしょ、ちゃんと。集会だったら、だって列の一番後ろの子なんて、壇上にいる人の顔見えませんよ。なので、そういういいところはね、リモートにもあるんですよ。だから、なんか一概にもう決めつけちゃって、なんかリモートはもう損だみたいな。そういう考えはや
やめていただきたいと思います。もうフラットに見ましょう。フラットに見て、どういう効果があるのか、生徒にどういういい影響があるのか、そこで総合的に判断をしていただきたいです。私はもうどっち派でもないんですよ。どっちでもいいんです。けど、どんなに、ね、どんないい影響があるか、ここが大事で、フラットな目で、ぜひ、判断して、まあ、全校集会実施するのかどうかね、判断していただきたいなと思います。はい。そしてね、もう一個の間違ってるところ、これはね、本当に間違ってると、本当に間違ってるんですよ。文部科学省の方針とも、先生方の意見ずれてることが多くて、リモートはコロナだから仕方なくやってたっていうね。なんかそういう傾向があるんじゃないかなと思います。だからもうなんか、今回ね、5月で5類になって、だからもう戻そうみたいな。違うんですよ。そもそもコロナのせいではないんです、リモートにしてるの。はい。リモートとか、まあリモートだけじゃないですね。リモートを中心とそのデジタル化っていうのはもうやってくよっていうね、文部科学省の方針なの。だから、まあいろんな全国学力状況調査にもなんか、そういうのがね、入ってきたりしてるわけで、もうやってくんですよ。やるんですよ。なんかもうリモート、コロナだから仕方なくやってたことではないんですね。なんかそこをね、ちょっと勘違いしちゃってる、学校の先生方ってやっぱ多いと思うんですよね。なんかまあ流れが本当にそういう、ちょっと時期的な流れと、変な風に重なっちゃって、すごく運が悪かったんですけど、そういうことを思ってる先生方っていうのは、やっぱ多いと思いますね。はい。なので、本当そこのね、二つを冷静に考えてもらいたいです。リモートと対面っていうのはもうこれフラットですよ。どっちが、まあどっちか、まあ正直言っちゃうとね、世間の普及させていく感じで言うと、私はどっちかというとリモートの方が上だと思いますよ。世間を見て分析したらね。けど、まあ私はフラットだと思います。フラットで、どっちが生徒にいいことがあるか。そこを一番に見てほしい。対面でやるのが重視ではないんです。はい。なので、そこをフラットに見て決めていただき。そして、デジタル化、ね、ICT 化、リモート化っていうのは、もうやってくの。はい。コロナだから仕方なくやってたからもうやめるんじゃなくて、これからやっていくんです。やっていかなきゃいけないんですよ。だから、そのための技術が習得しなきゃいけない。私は苦手だからとか、そういう感じじゃないですよ。だってね、皆さん生徒が、俺これ苦手だからやんないって言ったら、そんなこと許しませんよね、きっとね。俺これ嫌だからやんないっていうのは、通らないと思うんですよ。はい。それを指導されているのが先生方だと思うので、先生方も自分が苦手でも、ね、自分がちょっとちょっとやりたくなくても、そこは仕事なんで、仕事でもやっていくって決まってますから、デジタル化は。はい。だから、それをね、ぜひ積極的に、もう自分のできる範囲でいいので、取り組んでもらいたいなと思います。もうやんないじゃなくて、ね、そんなことね、学生徒に許さないじゃないですか。やんないっていうのは。なので、ぜひね、取り組んでもらいたいなと思います。一応、私のこのチャンネルでは、今後ですね、そういうやり方等も、紹介していきたいなと思っています。自分は結構やってきて、この何年かで、そういうのをね、ちょっと、技術とかの蓄積もあるので、ぜひですね、やっていくので、まあ、チャンネル登録やいいねよろしくお願いします。きっと先生方の役立つチャンネルに、このチャンネルしていこうと思います。もう、そろそろちょっと趣味だけじゃなくてね、本当に、これ見てくださって、楽しんでくださってる現役の先生方もいらっしゃるみたいなんで、で、そのいう方々の、ちょっと役に立つ、仕事に役に立つ情報も、ぜひこのチャンネルで動画にしていきたいと思っていますので、皆さん、ぜひ、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録といいね。よろしくお願いします。ではでは。